皆様こんにちは、アンバサダー J でございます。リング戦やったんですよね、確かね。3戦リング戦やってて、3試合紹介ですよね。確かあれですよね、阪神と3連戦やって、その状況か。続きからでいいのかな。そうですね、3試合紹介ですもんね。これがで分かんねえんだよな。次だからどうしよう。これベイスターズだよな。まあ、ベイスターズでいいか、とりあえずじゃん。ベイスターズ3連戦ですね、次は。じゃあ早速やってみましょう。桑田、牧原、川口。まあ、桑田ですかね、また。おお、なんか調子悪いな、みんな。キャッチャーはとりあえず村田良さそうなんで、村田で。原か。さあ外野手ね。どうしようかな。外野手か。岡崎も内野手だもんな。広さちょっと吉村と変えてみましょうか。うん、とりあえずこれで。ハイボール。東京ドームか。お、見極めたな。お、フォアボールか。やべやべ。なんか選球がいいな。おお、やるじゃん。ああ、なんかちょっとなんだよそれ。出た。これ絶対投げらんないってやつですよ。これセカンド投げらんない。サードとショートでパスし合っちゃうっていうね。もうふざけんなっつんだよ、もうこういうの。やべ。今のもね、釣り玉なんだけどね、釣り玉でも打っちゃうんだよね、やっぱ外国人とか。悪気打ちですね、これ。あー、出た。今のもなんで3 動かねえのかな、あれ。やべえな、これは。あ、駒田か。おお、危ない危ない。おお、よく見分けんね。
あー、出た出た出た、もう何なんだよこれ。これふざけんなよ。もうわざと邪魔しに来るってやつですねこれ。出た出た出た、危ねえ、今の持ちなかったな。俺持ちねえ、ほらほらほら、これほらほら、2人揃ってあの投げさせんのこう邪魔するっていうね。これ何なんだ、急に今回やり始めたなこんなこと。今までこんなことなかったですからね。もうふざけんなよ。しない、あれ前回じゃない、前々回か、なんかむちゃくちゃエラーしまくったっていうのがありますよね。あー、これダメだな多分今日。いきなり。釣り玉だな。これ落ちない、あ落ちないけども、落ちる、うん、音ゲーです音ゲー。よしよし、ほんと音ゲーだなこれ。調子悪いとダメかな。いやいやいや、しかしちょっとこれないっしょ、この守備のやり方は。お、今のも危ねえよなこれ。このショートが邪魔するんですよこれ、投げんの。サードがファーストに投げようとするとショートが取っちゃうっていうね。で今度ショートがまたサードに投げるっていう。ふざけんなよって感じだな今日。なんか変だな動きが。危ねえな。なんでショート寄ってくんだろうなあれな。さあ吉村、ないちかやっぱ。落ちるね。釣り玉。甘い球。全然飛ばねえよ。おし甘い。甘いけど、向こうはいいよね、守備は硬いですよやっぱり敵は。今日なんかほんと振らねえなこいつら。あーボス、やったっす、見ました今のスーパーキャッチですよ、もう。ほんとね、ほんとファインプレーだな、あれ。
あ、またやりそう。危ねえ。これなんでショート寄ってくんだろうな、サードに。ちょっと待って、ショート無敵だよな。別に、ね、変な人使ってねえもんな。よしよし、逆転だぜ。一回のあのあれがほんと悔やまれんな。釣り玉、これボールでね。よし、雨。よし、落ちるだろ。お、抜けた抜けた。オッケーオッケー。よし、とりあえず1点1点。じゃあランジ前、桑田バッティングいいからな。釣り玉ね。全部釣り玉だな。よし、ああおいおいおい、出た出た出た。ダメだよじゃねえよ、もう今すぐ戻ったぞ今の。もう出た出た、小豚もうやってくれるよな。ボールボール、全部ボールだなこれ。あー、もう全然だなこれ。まあ勝たせたくないんでしょうね、やっぱね、3連勝してるからね本当にこれ以上勝たせてなるもんかっていうの強く感じますよ、そういうの。あれ入んねえのか。落ちねえんだよ。もうなんかショートがもう必ずサードに回ってくるっていうのはこれなんかデフォルトなのかな、これすげえ邪魔な動きするな。よし、 OK。あれボールか今。あ、やべやべやべ、出た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 、やっちゃいましたね。うん、畳んじまえ、畳まれてたまるか。逆転だぜ。くそ、絶対負けるかっつうんだろよしよしよし、抜けた抜けた。さあ松井頼むぜ。こんなストライクなんだよな。オッケー、来た。よし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 。おい、やるじゃん。よし、1点返した。あ、落ちは調子悪いんだよな。あ、まあ、とりあえず進めたからいいか。感じまえ、吉村頼むぜ。それ難しいな。落ちる。
あー甘かったな、クソ。あー嘘、なんで打った、当たんねえんだよ。ちょっとなんで当たんねえんだあれ。落ちるね。よしよし、いったでしょ。オッケーオッケー、やるじゃん、ハウエル。もう一点、もう一点、うん、本釣りだもんね。おし、甘い球、おし、いったでしょ、これ抜けたでしょ。おしよしよしよし、やるじゃん。もう全部戻したよ、3対3に。うん、釣り玉。よし、これ持ちだろ。アウトか。いや、ちょっと欲張ったか。でも、あれアウトなんのか、おい。選球眼いいな今日は。すげえ選球眼 よくないこいつら。急に。あ、やべえ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 、ちっちっちっち、くそー。いやいやいや、ちょっと守備不安だな、やっぱり久しぶりだと。ほんと選球がいいな。OK、よし、釣り玉ね。うん、落として釣り玉。おい、結構あの1球目とか見るバッター多いですね。今阪神の時とか1球目から振ってきたんだけど。よしよし、あ、ちょっと待って、見えねえ見えねえ。よしよし、いやー緊張すんな本当に。よし、落ちたでしょ。流し打ちですよ、流し打ち、外角流し打ち。あー、まっか、落ちね。あー、これでも取っちゃうかな、ちゃうな。うん、いいとこ投げんね。あ、取っちゃうか。ああ、なんか鉄壁なんだよな、本当に向こうの守備な。くそ。完璧ですね。いや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 、厳しいな。最近ね、いたね。あ、やべ、お、オッケー、落ちね。危ない危ない。よし、
おっしゃ、見ました今の守備。もうファインプレーでしょう。ああでも取っちゃうんだねこれね。なんかイマイチだな。今のも甘かったと思うんだけどな。落ちね。よし抜けた。オッケー。本当時計ですからねこれ。さあ1点1点。落ちね。抜けるか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 抜けないんだよね。もう鉄壁だから向こうの守備は。くそー、なんかすげえ動きがいいんだよな。もう本当にギリギリのところでもなんかもうその場所に行ったりしますからね。すでにラッキーセブンか。ちょっと待ってくれ、気をつけていかないと。オッケー、落ちた。今度はほんと見極めいいな。落ちない、落ちない。オッケー。いやーなんかやだなローズ。キャメいいね、本当にちゃんと見極めね。いいよいいよ、フォアボールで。ブラックス、あやべ、いやいやさすがにいいね。あ畳まれてたまるか。今の釣り玉ですね。あーなんか打順悪いな。せっかくのラッキーセブンなのに落ちね。あーちょっと早かったな。よし抜けたでしょ。さすが桑田、さすが桑田ってピッチャーなんだけど。桑田はあの打撃がいいので有名でしたからね。畳んじまえ、頼むぞ尾形。甘い、よしよしよし、いったろ。よしよしよし、もう1点もう1点。欲張りますね、もう。あやべ、これダメ。うん、釣り玉引っかかっちゃった。あっ、ほんといいな向こう守備。タイム、あ、佐々木いますね、大魔神。野村か。あれ、なんで中継ぎなんかに回ってんだ、野村。あ、やべ、振っちゃうね。ああ、これダメだろうな。いやいやいや、話してると、話してる余裕なんか本当はないんだけど、話しちゃうんだよな、なんか。さーて、さすがに無理か。
いいね、戦闘員。ああ、出た出た。ああ、もう待てあったよ、こいつら、本当に。あそこ、本当、ショートうざいな、あの動き。イエス。よしよしよし、落とすなよ落とすなよ。本当におっかねえな。釣りたもね。ああ、落ちね。あ、落ちたか。ああ、ちょっと引き分けが、引き分けじゃねえ、難しい。いやー、ちょっと不調だからかな、あんま飛ばねえな、やっぱり。落ちるね。甘い。抜けるか抜けねえか。ああ、甘かったな。落ちるね。よし。よしよし。おお、向こうはエラーした。あ、でもエラーしても関係ねえんだよな、向こうの場合は。さあってどうしようかな。あ、落ちねえ。ああ、ダメか。逆転だぜ。いやー、ちょっと1点差か。もうやだな。よしよしよし、初球打ってくれたよ。あ、やべ、疲れちゃった。うーん、どうしよう。橋本なんか良さそうだな。橋本、あれ、初かな、これ使うの。ちょっとカーブの曲がりとかどうなのか分かんないんですよね、初めては。あんまりちょっと加わったよりは曲がんない感じかな。うん、曲がりはいまいちっぽいですね。というか今まで使ってきた中でやっぱ桑田が一番曲がるんだよな、カーブとか。あ、落ちねえ。ちょっとフォーク危ねえか。よし。あ、ゲームセットか。ゲームセット。いや、危ねえ危ねえ。初回ですよね、あの、わけのわかんない、ショートとサードの、あの、コラボレーションみたいなやつね。あそこで3点食らったからな。G、執念の解消。やるぜ男だ、プロ中のプロだ。長嶋監督、うーん、いいですね、よくやりました。本日は落ちる球ばかり投げていると友達を失うなり。コロスケみたいなこと言ってんな、なんか。失うなり。まあまあ、でもちょっと今回危なかったですね。松井は結構打ったのか。ハウエルが一番打ってんな。桑田も3打数2安打だからすげえな。うん。横浜はブラックスがすごいのか。4-3、1打点。まあでもなんか、
すごいな、この上位陣ね。春、石井、ローズ、ブラックス、駒田、佐伯がだって7番だもんな。まあ今回はちょっとこの辺りにしようと思います。いやーでもちょっとね、結構選球眼が良くなってきてるっていうかね、ボール球あんま振らなくなりましたね、今回のこのベイスターズは。ちょっとその辺もやっぱ違いがあるのかな。その辺ちょっと気をつけていかないとダメですね。それでは皆様、今回はこの辺りにしたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。